ルージュラじゃね。どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。トロールゲット300ライブス、300機取れっていうことなんかな。で、説明文にワンナップなら簡単に残機が増えるとでも、注意ワンナップは残さず取ることって書いてるんですよ。いや、この説明文意味深だよね。ワンナップなら簡単に残機が増えるとでも、普通増えるよね。でもさ、注意書きでワンナップは残さず取ることって書いてるから、ワンナップに何かからくりがあるようなコースなんじゃないかな。で、このコースは X でもらったんだけど、土日限定のトロールコースらしいんですよ。っていうことはバグがあること間違いないね。まあ、この制作者さんも頭バグってますからね。いや、これは訂正しない。マジだもん、この人マジバグってる。はいはい、それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.46% でさ、とある人がワンナップを取った時の音があるじゃん。その音が片栗粉って聞こえるっていう人がいるんですよ。全然聞こえんくない。もしかしたらこれを見てる人の中で、あ、聞こえますよっていう人もいるんかな。もしワンナップが出てきたら音聞いてみようか。っていうか300個も取らなきゃいけないんだ。ちょっと聞いてみるよ音。いや、無理があるって。全然片栗粉には聞こえねえって。どっちかって言ったら小麦粉の方が近いんちゃう。バカにしてる。その人のことをバカにしてる。まあ、いつもバカにしてるんですけど、これは何個あるんだろうな。これで97個か。残り203個。え、全然罠なくない。あ、ここもワンナップ耐えられくれるんだ。え、これワンナップ取るだけ。開幕カメー。てか気になったんだけど、この上の隙間、あ、いけそうにないわ。多分全部勝ちブロックあるでしょう、やっぱりね。ってことはこのオープンだからワンナップは全部出してくれてるっていうことでしょうね。で、さっき同じ色だったから分かりにくかったけど、この辺でジャンプか。ナイス。で、このカメのコーラちゃんは飛ばされたけど大丈夫かな。よいよい、ズラタン。ではこのカメを生きたまま持ち帰るぜ。でもすぐにさよならだ。俺がな。これさ、右向いちゃったらいいんじゃないかな。そしたらボム兵の爆発に当たんないよね。で、持った瞬間ジャンプで、ここでカメを投げたらアイテムが出てくると思いますよ。魚じゃねえんだよ。まあまあ、アイテム出てきたね。で、このキノコを取ったらさっきのつららを抜けれると。で、さっきなんか変えちゃったよね。テイクワンナップ、ワンナップを取るということですか。ちょうどじゃ、あー、なんだお前。もうすぐにドアに入っちゃおう。まだまだこれから先、たくさんのワンナップが俺を待っているんだ。あんな一体のワンナップに時間を使ってる暇はね。おう、左のワンナップを取るということか。簡単じゃないか。このオンオフをしてすぐ右に来る。そうだろ。なんだそれ。なんで宙に浮いてんだよ。そんな今までやったことなかったじゃんか。これ左下に行けってか。邪魔だ。さすが頭のおかしい制作者さんで、このコースもおかしいってか。ならこの場所でワンナップを待って。さっきと違うやんか。このワンナップ取ったとしてもさ、右下の土管に素直に入らせてくれる未来が見えないんだよな。絶対何かしてくるって。で、ごめん、右の文字今気づいたよ。はい、どうもこんにちは。よっほっほっ。で、このファイヤーフラワー取っていい？先にワンナップ取っておこうか。トリーの、あれ、羽が出てきたよ。羽取って、でも上氷があるからこれ取らなきゃいけないよな。で、この羽を取ったらいけないってか。先にちょこまかするな。この土管から離れたら羽が出てくるんだよな。あれ、違うの？もしかしてこのワンナップを取ることによって羽が出てくるみたいな、そんな仕掛けある？ちょさっきのリアクション同じだって。やめて。すいませんね、私レパートリーも少なくて語彙力もないから見ててつまんないと。そんな自分を責めるなって。その通りだよ。さあ、このワンナップを取ることはあってはいたと思う。この羽を右にやりーの、ファイヤーフラーを取った瞬間すぐ左に行くみたいな。あ、クパクラの中に羽が入ってるからもう土管から出てこないっていう感じか。クパクラそんなに怒んなって。いいじゃんか別に、もう2回も引っかかったんだからさ。そこで、これはブーブーって言われちゃった。まあいいか、上の丸々の中アイテム閉じ込められそう。これは何も出ない。右はなんか出せ。最初に左の音符叩いたからまずかったのかな。右の音符を叩いてみようか。するとキノコ様が出てきたね。でも取れませんけど。まあ、あのキノコはいらないんだろうな。で、上にハテナブロック。え、何この UFO キャッチャーみたいなやつ。落としてくれる？あ、落としてくれるで、ね、かわいい方すんじゃん。で、これはいつまで待ってればいいのかな。100個近くとかないよね。ちょっとあと3つぐらいは持ってようか。なんかなくなる気しねえな。先にハテナブロックでも叩いてみる。あれ、鉄球のような気するんだよな。あ、やっぱり
で、右に開くでしょ。待ってる意味ねえって。何を注ぐくれんの。これ右からさ、魚とか来るんじゃない。大丈夫で、今140個でしょ。で、232個ってことはやっぱ100個近くあったんじゃない。今92個取ったよね。で、次はなんで一緒に見えてんだよ。ここにおったまけ。なんか悔しいわ、こんな分かりきって罠で引っかかるなんてさ。じゃあ一番左で大丈夫。落ちてくるんかい。そういやね、よくコメントで言われるんですけど、近所の人から苦情が来ないんですかって。苦情とか一回も来たことないからね。苦情が来たとしたら、リングフィットアドベンチャーを本気でやってますって言おうかなと思ってる。うわあ。なななななな、大丈夫これ。300個いく。僕はどっか行く。下なんて見えないじゃん。ワンナップで綺麗に隠してんだろうな。なら上をシッターしておく。そしてもう一回オフが変えてくれたね。で、残り5個か。これさ、中間がないのがマジできついんだよな。ここまで戻って、あれ、残り3つになってない。で、 You need 3ワンナップ。まあそうだよな、あと3ついるもんな。その3つこの下でくれるんじゃない。頼むくれよ。その地下ブロック乗っていい。3つどこ。なんか変な影がある。え、あの影何。これ右行きたいんだけど、右に行っちゃっていいかな。なんであの黒いのがキノコなんだよ。バグりすぎも大概にせんか。そもそもよ、コイン以外の条件で100個までやなかったっけ。で、この左も左で嫌な予感するな。あの土管の先、いや待てよ、ここ抜けれるみたいだ。いや、そんなわけないよな。じゃあ土管入っていきます。すると、リーブファーストスリーワンナップス。最初のワンナップを取るだとか。なら最初から言え。絶対こっから何が変わってる。この3つのワンナップを取らないことによって、この次から世界が変わってるんだよ。もう実質最初からじゃん。大丈夫、ここ左からもなんかポーズが来るとかない。お、ないね。え、これもしかしてこのままゴール連れてってくれるみたいだ。それだったらめちゃめちゃ優しくない。ここはのこのこ振ってくるよな。え、全然余裕。なんだ、そんだけか。じゃあこのまま僕無言でやってっていいかな。最後はね、飛ばしたいと思います。まあそれで多分いいで。あれ、なになに、来ないで。優しいところあるじゃんと思った僕がバカでしたね。ならここは左押しっぱり。そうだろ、あのワンナップは取れないんだ。さあドアに入っていきましょう。こっからもまだ変わってるんだろ。絶対そうだと思うよ、あのワンナップ、ここだ。片栗粉。怒られないから僕その人に。バカにしてるんですかってさ。まあバカにしてますけど。じゃあここはね、左下に落ちて、これもう一回変わってよ、お願い。出して、出せ貴様。待て待て、よくわかんねえぞ。これ左に早く行ってよかった。あ、早く行ってよかったね。ちょっと遅かったんだろうね。じゃあ土管に入っていきますと。で、次の世界はなんだ。ここもさっきと違うんでしょうね。でもさっきと違うっていうことはありえないと思う。ここは一緒だと思うよ。そうだよな。で、ファイヤーフラワー、トリーの上の氷を溶かす。で、今度は左に入ってんじゃない。そうでしょ。で、ここにさ、アイテムを閉じ込めますみたいな、そういう丸々だと思うよ。見てて、ここだ。お願い、お願い。さっきと違う罠だったり同じ罠だったり、もうわからんって。これはこの場所で大丈夫で、キノコは取れないもんな。で、ここは UFO キャッチャーゾーン。ここは無視していいでしょう。多分これね、100個ぐらいワンナップあると思うよ。そうでしょ。よし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 。で、この下に降りる。さかだ、許さぬ、許さぬ患者性作者言うと。うるせえよ。あ、どこだ次は。負けたか。人が下手に出て罠に引っかかってやってるとも知らずによ、ゲラ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 と今頃この画面を見て嘲笑っているんだろ。それでいいのよ。何が言ってんだお前は。この場所で大丈夫。右、ここは変わってないよな。オーケーオーケー。左は特に何も出てきそうにない。左のブロック、左のブロックもぶわっと、左の左、噛みすぎ。左のブロックもバグってんだよな。じゃあここは僕次上を失敗しないよ。それやっぱしようか。上を失敗で大丈夫。オーケーオーケー。さあこのドアに入っていきます。で、こっからさっきは3ついるって書いてたよな。あ、やっぱり変わってない、297個だもんね。あ、わかった。あ、これ来た。いや待てよ、
いや、いいのかいいのか、これでさっき右の影のキノコのロロロロロロ、そこのキノコの部分に行ったらゴールができると、そういうことだ。お願いします。言うな、ふざけるな。俺が何かしたか、純粋な気持ちでゲームをやってる俺をもてあそびやがって。だがそれがいいや。もうだまとけって。もう頭も口も回んないわ。これさ、ドカンタイトルさ、また最初からやり直すが言うんじゃない。ヒント、今度は右だね。リブアニャ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 。はい、ということで最初のキノコは取るなということでした。ってことでこの2つのキノコを取っていきます。そして最後まで行けばゴールができるんでしょう。しかし何かが変わってる。ここでピースイチが踏まれたね。あ、ゴール直行便、ゴール直行便、頼む、ゴール直行便であって。ここはノコノコ出てくる。あ、ノコノコ出てくるね。でも下に行けると。まさかこの抜け殻にやられるなんて想像もしてなかっただろうね、生産者。やべ、マジで今日口が回んねえ。今から噛みまくったりのチャレンジいいかな。マジで回らん。どうしよう、今日喋れねえ。もうやめていいかな、こっからやめていいかな。行きやっぺ、お前はどこで来る。右上に来ることは分かってんだ。ここだろ、下。よーし、しょっしょっ。ここ一発で行ったのはでかいよ。さあ土管に入っていきます。いやもうね、罠の変えようがないんじゃない。ここ絶対一緒だと思うもん。そうだよな。で羽が出てきます。でファイヤー取るよ。もうね、さっきからね、同じところばっかだったら喋ることがあまりないのよ。さあこれ溶かして、もうこれはね、左叩かない、右を叩く、頼む。もう最後まで行っちゃおうぜ。もうちゃちゃっとクリアしちゃおうぜ。で右に行けるよな。そうだよな。で魚は押してくると見た。よっほほほ、ちょ、来た。俺の時代が来た。さあ言うとよ、終わりの時間だ。ここは真ん中、こんな、ま、いや左でいいか。ドゥドゥ。かみってる、マジでかみってる。もうさっきとさ同じ系ばっかりだね。でもさ、これで最後ゴールさせてくれると思う？僕ね、させてくれないと思う。さあドアに入りますよ。で、言う。これね、実はさっき2ワンナップに変わってたんだよね。で、今度は You need 2ワンナップ。あれ、さっきと一緒じゃない？僕最初さ、ちゃんと2つじゃねえや、1個目のワンナップ避けてきたよね。これでどうなるの？右行っていいの？行くよ。もう行ってから。これさ、読めたわ。今度は2つワンナップを取ってくださいとか、そういうことなんじゃない？あ、ワンナップ隠れてた。ちょ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 、戻せ戻せ。もう泣きそう。まさかゴールの裏に1つだけ隠してるとはよ。これでゴールできると思いますよ。お願い、やったいやこれマジでめちゃめちゃ面白かったね。ワンナップだけでここまで面白くできる制作者さんなかなかいないんじゃない。最高のコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ダブルジャグリング。説明文に2つのアイテムを最後まで運びましょう。ってことはサムネに載ってるピースイチとパワーブロックをゴールまで運べっていうことなんじゃないかな。いやこれね、ピースイチだけとかはやったことあるんだけど、2つのものを運ぶっていうのはしたことないんだよね。で上に P ブロックがあって、その上に砲台があるから、ピースイチを踏んだら即終了みたいだ。これはなかなかスリル満点なコースだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.7%。 私現実ではお手玉とかめちゃめちゃ苦手ですからね。3つとかできる人マジで尊敬します。さあ運んでいこうか。え、ゴール条件が、ちょ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 、バス様とピー様。いや最初はああなっちゃうって。どこに落ちてくるか分かんないじゃん、この2つのアイテム。これ最後まで運ぶのめちゃめちゃ難しいんじゃない。で時間は30秒あるのか。でゴール条件、こんくらいのスピードでいいのかな。歩いた方が結構楽なんだけど、これ以上速くできないよね。あ、重なった。これ実質1個じゃん。これ2つ運べる必要ないじゃんか。じゃあこれだったら簡単にクリアできちゃうんでねえの。で残り13秒、最速が25秒ぐらいだったから、もうすぐゴールがあるよ。ほらほらゴールが見えた。でこれどうすればいいの、叩けばいいのかな。おい、ちょっと待てよ。あいつのせいで。
イエイ。さっきの2つ重ねるやつはもうさすがに無理だと思う。パワーブロックを横から当たったらタイミングがずれて重ねることができたんだけど、さすがにもう無理だよな。ここはジャンプしてここの P スイッチを踏む。おしおし、いいところに引っかかったね。でこれジャンプ、やだやっぱりジャグリングコース面白いわ。3つか4つぐらいまで行けそうな気しない？そんな挑戦者は待ってるぜ。最高のコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。